ちょっと飲んできて、今も飲んで飲みながら上級卓打ちます。外で飲んできて、まあ飲みながらの方が何かアルコールの力ですごい読みのいい読みをできるかもしれないという根拠もない。まあ理由です。まあ7段目指して一茶取りたいなと。ただまあ段位が上だから強いっていう発想はないんですが、まあ、上級卓になればなるほど一茶率が高い人が集まってるので、なかなか上に行くことができないのはしょうがないのかなと。ただ麻雀は運が絡むんで、あらら、ちょっとこの裏目は痛いですね。ただ6球ピンっていう待ちもできるんで、まあ裏目ターとパーピン金じゃなくて、まあ私の打ち方は結構フリテンになったりするので、まあその辺はほら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 じゃねえな、別に特に意味もないか。まあ親なんでちょっとダブトン捨てて、あ、ちょっとボケてるわ、ドラ、トンがドラでした。ちょっと頭バグってますね、ドラがトンに気づかなかったです親なのに。いや、アルコールの力を借りてとは言ったけど、アルコールのせいですね。都合いい時だけアルコールのせいにして、トン、ドラ4、なんだこれ、パワー1も恨めてるぞこれ。裏目裏目のロンクローパターンか、これは。ちょっと待って、動かないで、目がついていけない。右はトン、ドラ4、上は初ドラ1で、これドラ切ってきたんで、テンパイかなと。こいつあー、やっぱりお酒入ってるといつもよりスピード速い気がしますね。多少頭が鈍ってるということでしょうか。なんか打つスピードが3人とも速い気がしますね。多分後でもう一回見直してみたら多分スピード変わってないと思うんですけど、で直感で数ピン待ちリーチっていう、もう直感ですこれ。これ裏目ったリャンパスですね。まあでも自分でトン泣かせ、あ、でもこれはトン泣かせたって言っても元々あんこだったんで、あちゃーって感じですね。まああの大目指すシリーズとは言っても別に、ま、一応テーマ決めた方が見てる人のことを考えて決めてますけど、大上がったから何か自分の現実の世界が何か変わるわけでもないし、なんか一茶率が9割超えたから人生変わるわけでもないんで、あくまでドラクエやってるみたいなもんなんで、キングメタル倒したとかそういうレベルの話なんで、麻雀でなんかすごい段位いったなんていうのはあんまりこだわってないですね。ただいい読みをしたいっていうのはずっと続けてるんで、説得力を増すために段位って一番わかりやすい単語を使ってるんだけど、なんかすごいぞこれ。これお酒の力っすね、この想像の引きは。私の力ではこの想像の引きできないんで、お酒入ってるから想像引いてきたって感じの気がしますね。ちょっと待て、お酒入ってるんで鎮痛いきます。これは上が想像の本質なんですね。なので
僧侶の本越が2人以上いる場合は成就しないのが普通です。2人で想像を分け合ってんで。あ、ちょっと待って、このパーソーポンも普段鳴かないですね。なんでパーソーポンしたのかわかんないけど、あ、でもまあいっか、まあいっか、そんな小さなことは。リャンシャンテンだから右が白ピンズの本一ドライ、ドラドラぐらいか、オヤマンぐらいドライ色なんで、いやー3人とも早いな。右がパワーンことし、なめてんのか。これでいい、ようやくいいシャンテンですね。右は白、本一、ピンズのドライ色なんて、あ、ピンズ出てきた。おやまんかけて、ほら。あ、両ピンつもぎりなんで、これテンパってますね。ただ私もちょっとこれ、まあ、イス、サブロッソ、イーソーで。12000点パイなんで、ここはちょっと勝負したいですね。麻雀の醍醐味は勝負なんで、相手も高そう、俺も高いみたいな、どっちが上がるんだみたいな、ハラハラドキドキ。まあ本当はもうちょっと冷静な、ちょっと私はあの相手がリーチかけたらもう私もリーチして、さーてどっちが勝つんだと。好きな、そういうのが好きなんですけど、まあそこで冷静になってこう見るのが上手い人かもしれないですね。なんかあのもうどうし、リーチかけるとどうしようもないじゃないですか。つもぎりと、あの手を変えれないし、戦略もクソもないと思うんで、お互いその状況になった時に、さてどっちが勝つんだと、運の勝負だみたいな、結構そういうの楽しいんですよね。パッと上がちょっとチーピンつもぎりか、上マンズかな、まだわかんないな。つもぎり続いてるんで、手出しでソーズとピンズが上バンバン切って出てきたらマンズって言えますけど、あ、マンズもつもぎりか。ちょっと待って、早いなみんな、ついていけねえ。多分こう思考能力がお酒で鈍ってるから早く感じると思うんですよね。実際はそんな早くないみたいな。ドラ引いて3ピン、あ、ちょっと待って、ちょっと待って待って、飲んでた、あらら。これでウッパーワン、イスソー、スッチーピン、何引いても OK で、ドラがパーワンで当然スーピンでリーチと。まあウーワンでもリーチピンフ2000でもまず OK。 右から出てくれると嬉しいね。ただ右はトップだし、リーチにそんな突っかかっていく必要ないんで、右はベタ折りだと思いますね。 E1 切ってきた、あ、でもポンしてるんで仮点は取ろうとしてんのかな。私の現物のパーソを泣いたんで、まあナイス泣きって感じですね。1326か、これでオーラス、
満貫出上がりでトップなんで十分狙えますね。満貫出上がりで7500差、本位リーチ本位かな、それか本位いいペーコ。上がコンピューター大装置諦めたんで、ちょっと私はトップ狙いたいんで、2茶キープの上がりなんかしてもなんか個人的に面白くないんで、もちろんトップは単葉の未先天で逃げ切りを図る、それが命取りと、防御するとやられると。ゾウ2枚切れか、イーソー使えないな。スーソー2枚切れ、リャンゾウ2枚切れなんでイーソー使いづらいですね。まあ本一チートイツもあるんで、そうなった場合はイーソーがいい街になるかな。え、ちょっと待って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 、で親は単純に連チャンしたいんで単野をドラ1ですね。マンズの64切って5ポンしてるんで、単野をドラ1、単野をドラドラぐらいあんのかな。102枚切れ、ちょっとポンした時点で本位2000点になっちゃうんで、直撃してもひっくり返りないプラス、ちょっと面前で本位は面前で行きたい個人的。あれ親何トイトイか、トイトイか、手出しで6432あるんだったら泣かないで面前で行ってほしいですけどね。私の手はチーソーが1枚浮いてるんで、あもうだ、ソーズがここぞと切れてますね。スーソー4枚切れなんで、実際スーソーがないんでソーズぶち切れたんで、スーソーでぶった切られてるんで、いや泣かない。一茶取れないんであればもう4茶でも一緒ですね、正直。 MJ のルール同行じゃなくて自分のスタイルっていうと、ここで漫画面本上が面前で上がれないようであれば、むしろトンチャに逆転してもらって OK みたいな。あでも今もうツモがないんで、今だったらポンチやりかな。あれちょっと右が、右予想以上に高いですね。ちょっと右先天で逃げ切りかなと思ったんですけど、ちゃんと手を作ってましたね。これはうまいな。まあちょっと右の人に乾杯。いやー取れないな、いっちゃ取れないな。まあそんな曲ですと。